今味噌はリフラジエイドケンでございます。はい、毎週金曜日のお楽しみ RJKDI ラジオスタートしました。はい、皆さん一週間ぶりのご無沙汰でございます。はい、お久しぶりでございますね、今回もやってまいりましょう。はい、まずは写真でございます。写真はこれ、正直あんまり覚えておりませんか写真の日付を見ますとですね、2016年になってますので、5年前の写真ですね。5年前の、何でしょう、夜景ですね。多分ね、恵比寿だと思います。恵比寿の、どっかから撮った夜景だと思います。確か、多分ですけど、多分その時に撮ったものかちょっとわかんないんですが、多分その時撮ったもんだと思うんですけども、まあ私、結婚記念日の、多分結婚記念日で、恵比寿にある、まあ、お兄さんのお店に、ちょっと高級なお店だったので、そこにお祝いしに行った感じですかね。うん、で、その時に、その、予約の時間まで、時間があったので、恵比寿のとこで遊んでって撮ったんだと思うんですよね、確か。確かね、その時の写真かどうかわかんないです。その恵比寿のそこは何回か行ってるので、その時かどうかわかんないんですけども、多分、結婚記念日のお祝いをした時の、写真だと思います。はい。はい、ということで終わり。特に、まあ、美味しいお食事をいただいて、まあ、普段食べれないような、ものが食べれて、まあ、お祝いですからね、うん。楽しかった思い出です。でも、その時に撮った写真かどうかがわかんない。何回か行ってるかね、恵比寿は。はい。なので、そういうことですよ。はい。まあね、なかなか写真もね、もう最近どこも行かないですから、まあ行きたくてもね、まあこういう状況なのでなかなか行けない。まあもともと私アクティブな方ではないので、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ出かけるタイプではないんですけども、まあ一応家族がいますので、まあちょいちょい出かけたりはするんですが、まあ今ね、こういう状況でなかなか行かれないので、まあ本当はね、家族旅行とかも行きたいんですけどもね、あとまあたまにやってたのは家族でこう居酒屋に行くっていうね、で歩いてね居酒屋に行ってお酒を飲んで帰ってくるっていうことも今できないから、早くこうなんていうんですかね、本当になんていうんですかね自由に動きたいですね自由にね動けるようになりたいですね。まあ多分、聞いてる皆さんも同じ考えだと思いますけども、まああと何よりライブがね、ライブがしたいですね。とにかくライブがしたい。客をお客さんを入れてね、お客さんがいる友人ライブをしたい。配信でもいいんですけども、まあ配信もまだやったことはないですが、まあライブをねしたいですね。とにかくライブしたい。ライブもしたいし、さっき言った居酒屋も行きたいし。そうね、いろんなとこ行きたいな。ほんと自由にね、早く行けるように、いつか来ますから。うん、その日はね、明日かもしれないし、明日ってことはないでしょうけど、まあもしかしたら、ね、それこそ1ヶ月後かもしれないし、10年後かもしれないし、それはわからないですけども、まあいつかはね、来ますので、その時まではじっと待っていたいなと思います。その時までやれることだけはやっておきたいなとは思っておりますが、はい。ということで、写真はこのぐらいにしときましょう。ね、いつもリフラジエイドのね、歴史があんまり喋れないまま終わってしまうので、まあ別に聞きたくないよっていう話かもしれません。ね、まあそんなこと言わないでくださいよ。ね、そんなこと言わないの。はい。ね、ね、道徳習ったからみんな。うん、道徳は習いましたでしょ、小学校の時。うん、ね、優しくしましょう。はい。ということで、結成記念日の、続きですね。リフラジェイドの歴史について。で、先週が、宮地の脱退です。という話をね、予告で言いました。はい。ということで、その辺について話をしていきましょう。ね、せっかく入ったベース、宮地。はい。人間的にも私は好きだったという話を先週させていただきました。ね、世間話ができたとかね。本当に楽しかったと。まあ、宮地はね、多分私のことそんなにね、好きじゃなかったと思うんですよね。めんどくせえから。
まあ、めんどくせえなっていう感じでね、まあ、年が上だからしょうがねえなっていう、まあ、付き合ってやんなきゃいけねえなっていう感じだったかもしれないですけども、まあ、それでも私は楽しかったですね。はい。ということで、なんで脱退になってしまったのか、あんだけ入るときに辞めないでねって言ったのに、永久就職だよって言ったんですよ。宮地は。もう永久就職だからねっていう話を、あんなにもしたのに、脱退になってしまった。なぜか。まあこの辺はね、最近の、まあまあここ数年の話ですから、聞いてる方で記憶に、もう知ってる、リューラジェードを知ってる方は記憶に新しい、あれになると思いますけども、まあ結局のところ、まあベース宮地の脱退は、宮地の、転勤、ね、大阪への転勤というね、ことが起こってしまったわけですね。もうね、ここでチャンネルでは言ってないですけど、他で言いましたけど、まあほんとね、転勤制度はもういい加減やめましょう。日本のね、他の国でもあるのかしら、これ。この転勤っていう、このわけのわかんないシステム。だってね、考えてみてくださいよ。家族がいてよ。ね、子供だって学校行ってんのに、急に転校させられる子供の気持ちになってみてくださいよ。ねえ、いたでしょ？私たちが、小学生の時も。ねんて、親の転勤で転校させられて、ね、いじめられちゃうことが、いたわけですよ。うん。まあそういうのを考えるとね、もう転勤っていう制度、まあ単身赴任も良くないですからね。やっぱ家族が離れ離れになってしまうっていうのは良くないので、まあその方がいいっていう家庭もあるかもしれないですけども。たまにね。まあ、亭主元気で留守がいいなんていうね、オタクもあるかもしれませんが、そうでない限りはやはり家族はね、やっぱ離れ離れになる必要がないですから、別にね、本来は。それなのに、まあ仕事の事情で、こう、なんていうんですかね、転勤とか、別にいいんじゃないかなと思うんですけどね、その視点で、そのわざわざ転勤させなくてもね、私には、理解ができない、制度ですね。はい。と思ってます。まあ、私が転勤ってなった場合、これは私の勝手な個人の意見ですよ。転勤って言われたら、辞めますって言いますね。だって、知らないとこ行きたくないもの。ねえ、本当に偏った、考え方で申し訳ないですが。ね、今ね、怒ってる人がいるかもしれませんが、そちら側でね。はい。何を言ってるんだと。仕事じゃないかって言ってね、怒ってる人もいるかもしれませんけども、私は反対です。転勤制度はね、もういい加減やめたらいいんじゃないかなと思っております。別に転勤したからなんか変わるかなっていう、まあ優秀な人材を本社にっていうね、理由であればまだわかりますけども、まあでもそれにしてもやっぱでも生え抜きで探したらいいんじゃない？と思いますけどね。そこに入ってきたね、人間で探せばいいんじゃないかなと思いますよ。はい。まあ、もしくはまだね、結婚前とかね、家庭がない状態で、まあ、独身で、まだ、例えば彼女もいないよとか彼氏もいないよっていう状態で、まあ、私どこでも行けますよとか、僕どこでも行けますよっていう人に、じゃあこっち行ってみてっていう、で、そっちで、頑張ってねっていうのはわかりますけどね、まあ、転勤制度ね、まあ、転勤制度ばっかで終わっちゃうな、これな。まあ、とにかく私は反対です。はい。ということで、まあ、その反対を表明したところで、まあ、結局そういう形で宮地は大阪へ転勤と、まあ、私たちが住んでるのこの関東地方ですから、さすがに大阪転勤になってしまうと、大阪から通ってくるっていうのはね、これ、やはり不可能ですから、スタジオにね、リフラジェイドの、リハーサルだけにとか、ライブだけに、まあ、一瞬、その話もあったんですね。単身赴任にもしなるようだったら、もしかしたら家族を連れていけないかもしれないみたいな話があったので、単身赴任になってしまった場合は、ライブだけは、来るみたいな、いう活動をすれば、みたいな話も、一時ちょっと、その解散話、解散というか脱退話が出た、転勤話が出た時に、一応そういう話もしたんですね。まあ、私は、要は引き止めたかったですから、なんとかいてほしかったので、まあそういう風にしたら、みたいな話をね。まあ練習はほら、ね、新曲でも何でも、もしあっても、まあもちろん合わせたいですけど、現地でね。合わせたいは合わせたいですけども、まあ、なんとか、まあね、それなりの実力がみんなありますから、ある程度のね、経験もありますんで、まあなんとかな、
なるだろうっていう話でね。ライブだけね、このと、まあ、都内でやることが多いので、都内に、まあ、そのライブの日だけ、都合合わせて来てもらって、まあね、ライブ前にも若干、まあ、10分ぐらいですけど、リハーサルできますから、そこでパパッと合わせてね、立ってやるっていうことも、まあ、可能じゃないかという話をね、したんですけども、結局のところは、家族総出で、まあ、大阪に、転勤するという話で、もう、肩がつきまして、うん。まあ、もともと宮地自体が実を言いますと、まあ、大阪なのかな。まあ、関西の方なので、もともと。就職の時にこっちに出てきたのか、ちょっとわからないんですけども。だから、まあ、変な話、まあ、戻るような、実家はね、向こうです。関西ですから。だから、まあ、変な話、戻るような形だったので、まあ、本人的にはもうそれが、もう全然、なんてことないっていうことはなかったと思うんですけども、まあ、なんていうんですかね、生まれ育った町にの近くに戻るわけですから、なんていうんでしょうか、うん、全く知らない地に行くわけじゃないので、まあ、それはそれとでよしと、まあ、ただリフラジェードだけ残念ですっていう感じだったですね。はい。なので、まあ、止められるわけもなくね、会社辞めろよっていうわけにもいかないので、ね、リフラジェードがこれ、ね、しっかりね、その、なんていうんですかね、商売として成り立っていれば、辞めちゃえよって言えるんですけども、まあ、商売ってやってるわけではありませんから、飯は食えませんからね、まあ、そうやって辞めてくれっていうわけにももちろん いきませんから、うん、生きていかなきゃいけないですからね。うん。ということで、まあ、致し方なく、まあ、脱退と。いうことで、まあ、最後、宮地脱退ライブもしました、だから。うん。ちょうどね、そのバンドサークル。まあ、先週もお話しした、宮地の、所属しているバンドサークル。まあ、そのバンドサークルも結局、ね、やめるっていうか、離れる感じになるわけですから、そういうのも含めた上で、こう、なんていうんですかね、さようなら宮地みたいな感じの、まあ、そういうイベントではなかったですけど、まあ、イベントで、今日で脱退ですみたいな感じでやらせてもらって、最後、宮地は、生成して、やっとこいつらと縁が切れるぜみたいなね。まあ、そんなことはないでしょうけども、一応そんな形で最後のライブが終わって、宮地脱退と。だね、それがね、いつ、宮地脱退したのいつかなーって思うんですけどもね。うん。ちょっと思い出せないですけどね。もう、何年前ですかね。2、3年前になるのかな。それこそさっきの、この写真のね、恵比寿の写真よりも、多分、後だと思うんですけどね。ちょっと調べてみましょう。今ね。ちょっと調べてね、このライブのこの映像がこの携帯に残ってますから、これを探しながら、うん、まあお話をしながら、うん、探してみたいと思います。で、まあ宮地が脱退ということになって、まあ当然のことながら宮地が脱退したからといって、ベーシストが新しくね、すぐ来るわけではないんですよ、これ。どうしたって。うん。すぐね、来るぐらいだったら今までベース、なんていうんですか、ベーシストを探す旅っていうのは、ね、そこまで大変じゃなかったわけですから。うん。ね、そんな簡単に入ってくるなら。ね。なので、結局、まあ、入ってくるわけでもないので、まあ、結局のところ、また3人に戻るということになったわけですよね。3人に戻りたくはなかったですけどね。まあ、もう私はもう二度と引くつもりはないっていう、そこまで言うなら、みたいな、腹積もりで、宮地を、まあ、入れたというか、だったわけじゃないですか。まあ、先週ね、お話しした通り、本当に大変な思いをして、ようやく板についてきたベースを離れるっていう、であれば、もうそのままベースはいてほしいっていう、まあ、思いがあったんですけど、まあ、それはね、私のわがままでしかないので、もう、それはしょうがないですけども、うん。まあ、そんなことでね、まあ、とりあえず3人に戻りました。で、この3人に戻った時に、前回ぐらいに、うん。お話しした、ベース、ね、語源ベースに買い替えたのに、メンバーすら気づかなかったというお話をさせていただいたと思います。はい。シェクターのね、ヘルレイザー語源ベース。うん、語源ベースに持ち替えたのに、誰も気づかなかったというお話をさせてもらったと思います。ということで、ね、今回3人になった。うん。今回、まあだから要は第2期ベースボーカル期がやってくるわけですけども、今回に関しては、もう、なんて言うんでしょう。
どうせベースは聞いてないっていう、私の中で、ね、結論に達してたわけです。聞いてないっていうわけじゃないんですけど、その間違いない限りはわからない。まあもちろんベーシストはベースを聞くんですけども、うん。ベーシストじゃない普通の一般のお客さんは、ベースがどう動いてるかとか、どういうプレイをしてるかっていうことはそんなに聞いてない。っていうことも、もう重々わかりましたし、だってもうメンバーが気づかないんですから、5弦ベースでもういいより下の音出してたって気がつかないわけですから。ね、それぐらいもうわからないわけですから、もう今回は、で結局その時も話しましたけど、5弦ベース結構重いんですよ。結局、ネックがすごい太くなる、分厚くなるので、一本ね、弦が増えますから、まあそういうのも相まって、なおかつ、まあヘルレイザー、まあアクティブのベースですけど、まあそもそもそんなに軽いベースじゃないので、まあ重かった。で、ベースボーカル、まあ歌も歌わなければいけないので、結構ね、このね、ベースが重い軽いで、私の体力、これね、だいぶ違うんです。で、第一時期、ベースボーカル期よりも年取ってますから。ね、無論、ね、年数重ねてるわけですから。うん、年を取ってますからね、その時に比べちゃうと。だから、私はこの第2期ベースボーカル、ね、この、をきっかけに、ベースを買い替えるわけです。まあ、5弦ベースまだうちにありますけども、もうとにかく軽い。ね、軽くて弾きやすい。うん、ここに、すべての重点を置いたんです。ということで、この第2期ベースボーカルが始まるときに、私は、これもね、ヤフオクか、メルカリかちょっと忘れましたけども、ジャズベを購入しました。フェンダー USA のジャズベ。でも、そんな高いものはもちろん私必要ないので、結構ジャンクに近い、かなり安い、ジャズベを購入いたしました。うん。もうとにかくジャズベは軽い。ね。本当に軽いですから、もう5弦ベースから持ち帰るとびっくりするやん。もちろんギターよりは重たいかもしれないですけど、でもギターでもレスポールよりは軽いんじゃないかな。多分。と思いますね。レスポールギターよりも軽いと思いますね。うん、で、4弦でね。もう4弦で十分だと思いましたから、もう5弦ベースね、さっき言った通り、いいより下の音がメンバーすら気づかないわけですから。もう4弦で十分だということに気づきました。はい。ね、で、その、第2期ベースボーカル期が始まるわけです。そのフェンダーのね、ジャズベで。うん。フェンダー USA のジャズベでね、結構古いフェンダー USA のジャズベ、で、ちょっとジャンク、ちょっとジャンクだったんですよね。だけどまあでもまあ、音はちゃんと出ましたし、そこまで不具合はなかったので、ちょっとね、ボリュームのつまみがバカになっちゃってて、ずっと回ってる感じ。ボリュームだったかトーンだったか、ちょっとずっと回っちゃう感じで、聞いてないわけじゃないんですけども、ずっと回っちゃう感じで、ね。うん。まあ、そういうのもあったんですけどね。でも、その分、安くね。確かね、2、3万。かなり安かったと思うんですよね。うん。USA であの値段はありえないっていう金額で購入できたので、まあ、良かったんですよね。では、結局この、まあ、ジャズベで、第2期が始まるわけです。はい。非常に楽でした。もう軽いから。うん。ね、歌に専念できるっていうかね、重たいよりも。うん。なんて言うんですよ。意外とね、重いとやっぱり、重いの背負ってるだけで結構疲れるので、しかも歌うから、結構なね、なんて言うんですかね、負担ではあったんですよね。だからそれがね、すごい軽減されたので、あ、最初からこっちにしとけばよかったな、と思って。で、結局そんで、第一時期に使ってた、ベースボーカルの時使ってた、ダークグラスだとか、うん、歪みのね、ペダル、ダークグラスだとか、ハートキーだとか、ノンプリアンプだとか、まあ、いろんな、機材、一式、それはもう宮地が入った時に、もう俺は弾かないと思ってたので、手放してしまっていたので、もう一回買おうかとも思ったんですが、さっきも言った通り、どうせ聞いてないという結論に達しておりましたので、歪ませる必要もないだろうと。ただ、エデンの、グロープラグだったかな、名前。間違えてた、ごめんなさい。だけは買いました。プリアンプ、うん。
プリアンプですね。本当にこれは真空管が入ってるやつで、ギターで使ってもすごいいい音がしたので、ちょっと他のチャンネルでもあのギターで試したりもした動画があるんですけども、これはね、非常に音が、暖かくなって、やっぱこの、なんて言うんですかね、非常に良かったんです。だから、これは、これだけ、あの、通してる感じで。うん。あの、ベースから、その、グロープラグ、通して、はい、なりました。ありがとうございました。を通して、ベースアンプっていう感じで。非常に軽量化されまして、私も。荷物も減って、うん、セッティングもあっという間にできちゃうような。感じでね。あの、身軽な感じでやっておりました。で、この第二次、ベースボーカル期が、終わるんですね。もうこっからはついにここ最近の話になります。ということで来週はここ最近のお話をしてまいりましょう。はい。もう歴史もね、ついに、つい先日のお話ぐらいに行きますよ。うん。で、あ、今ついに最後、わかりました。ずっと今ね、喋りながら調べていました。はい。ベース、宮地が脱退したのは2年前です。だから、あれだね、第2期ベースボーカル期は、そんなになかったんだね。1年ぐらいしかやってない。1年もやってないのか。1年ぐらい。2019年の8月に脱退してるんですよ。宮地が。なので、今から2年前、ちょうど2年前ぐらい、約2年前弱、2年前弱に、脱退して、そっから、今のしみっちゃんが入ってきたのが、去年の年末ぐらい。去年だから、そうですね。1年ちょっとだけだったんですね。第2期のベースボーカル期っていうのは。ちょっと短かったですね。せっかく、ね、ジャズペ買ったのにね。はい。ということで、延長してもしょうがないので、次回はしみっちゃんが入ってきたという、ね、しみ、第、何代目だ？初代、2代目、3代目、4代目、4代目ベース。私を入れなければ4代目ぐらいのベースになるんですかね。ベーシスト。はい。のお話をしていきましょう。ということで、長時間のご視聴ありがとうございました。ということで、次回また、お会いいたしたいと思います。はい。それまで皆さんお元気にお願いいたしますよ。私も元気に頑張ってまいります。はい。ということで、次回またお会いいたしましょう。おしまい。バイバーイ。